では第8回の財務省セクハラ問題野党合同ヒアリングということでやりたいと思いますが、まあ午前中にですね、麻生大臣の閣議後のぶら下がりで、はめられて訴えられているんじゃないかという、まあ、発言があって、まあ、これは私たち看過できないと、もうこれ第二のセクハラじゃないかと、で加害者の側にやっぱり立ってるんじゃないかということで、まあ、この発言はどういう真意なのかということについて確認してご回答をお願いしたところですので、まずはそこからお願いしたいと思います。麻生大臣の発言確認いたしました。麻生大臣からこのように申しておると我々どもは認識をしております。処分の仕方というのは、少なくともセクハラ疑惑というのを週刊誌の報道だけでセクハラがあったと認定して、そのことだけで言及ということはちょっといかがなものかということになりますから、はめられて訴えられているんじゃないかとか、いろいろご意見は世の中いっぱいありますので、そういった中ではきちんとした本人の人権も考えて、本人の話も向こうの話も双方伺った上でないとなかなか決められないと思いますけれどもね、というふうに大臣としておっしゃったと確認しております。でこれにつきまして、大臣としてはご自分のこうネットワークの中でこう見聞きされた意見についてこう述べられただけでございまして、要するに大臣ご自身のこう見解を申し上げたものではないというふうに聞いております。以上でございます。ご自身のネットワークの中で見聞きされた話をご紹介したまでであり、ご自身の意見を表明したわけではないというふうに承知しております。はめられたということは、被害者をこともあろうに加害者扱いしてるんですよ。それでこれね、根拠がないんだったら即刻撤回しないと、誰かがどっかのインターネットでいろんなことを言ってるという次元と、副総理がですよ、記者会見で言うということは全然意味が違うんですから、重みが全然違うんですから、これ完全に名誉毀損になります。即刻撤回してください。セクハラ対策対応の最大の原則は、被害者を最優先する、被害者を守る、被害者の人権を救済する、これが最優先なんだから、そんな根拠のないことを言うもんじゃありませんというふうに禁止する、取り締まるのが本来政府じゃないんですか。それを先頭になってデマみたいなことを記者会見で言うっていうのは、女性の人権をね、どう考えてるんですか。ネットワークで見聞きしたことってこれだけではないはずですよね。いろんなものが報道もされておりますし、これ被害者の人権を侵害するものだとかいろいろある中で、これを紹介したということは自分の見解ではないけれども、この言葉を借りて自分の見解を表明していることになるんですよ。いろんなものがある中でこれを あえて取り上げて選択してやってるから、自分の考えと重なるということ、そのことをね、卑怯ですよ。そうだ、こんな言い方は。大臣のご発言についてこれ以上私から申し上げることはございません。大臣からまた適切な場でご説明もあるかと思います。今日の朝の閣議後のまさに麻生大臣の、ぶら下がり記者会見で、ひどいことをおっしゃったんですね。週刊誌報道だけでセクハラがあったと認定して言及というのはいかがなものか、はめられて訴えられているんじゃないかとか、いろんなご意見が世の中いっぱいあるとこう言ったわけです。でもこのことについて今日財務省側は、この意味はご自身のネットワークの中で見聞きしたものを紹介したものであり、ご自身の見解を述べたものではないというふうに言うことなんですが、これもあまりにひどいと。なぜ日本の社会で会社でもいろんなところでもセクシャルハラスメントを訴えることができないかといえば、訴えた女性があたかも加害者であるかのように扱われることもあると。ただこれはもう2018年の日本で被害が訴えた女性に対してはめられて訴えてるんじゃないかという意見もあるって、大臣が共有っていうのはもうありえないですよ。これがこのままだと本当にセクシャルハラスメントを容認し、被害と加害をまさに180度変えるものです。ですからこれこそセクシャルハラスメントであり第二次被害ですよね。二次的セクシャルハラスメントとも言えますし、この発言そのものが、まあ、セクシャルハラスメントとも言えるわけです。名誉毀損にも当たりかねないというふうに思っています。こんなバッシングをするからこそ女性たちが声を上げにくいんだと改めて怒っています。この発言放置できない、撤回謝罪をすべきです。そして麻生大臣副総裁なわけですから、森友学園文書の改造問題とこのセクシャルハラスメントの問題で辞任をすべきです。